夏アニメ彼女お借りしますの放送開始日が決定した。2020年7月10日金曜日深夜1時25分より MBS TBS 系全国28局ネットスーパーアニメイズム枠にて放送がスタートする。合わせてキービジュアル番組宣伝 CM 追加キャラクターとキャスト情報も公開された。彼女お借りしますは週刊少年マガジンで連載中の宮島彩里さんによる人気ラブコメ漫画。彼女に振られてしまった主人公木下和也がある方法で美少女水原千鶴と出会ったことから始まるラブタイムズドキマックスの無鉄砲ラブストーリーとなっている。アニメ化にあたっては監督を古賀和臣さん、キャラクターデザインを平山博品さん、音楽をヒャダインさんが務め、アニメーション制作はトムスエンターテインメントが担当する。RR 累計300万部突破の人気ラブコメ漫画彼女お借りしますが2020年7月にテレビアニメ化決定。水原千鶴役は天宮隆。TV アニメ彼女お借りしますの番組宣伝 CM 公開。今回公開された CM は本作に登場する彼女たちの魅力を詰め込んだ映像に仕上がっている。またザ・フェニスによるオープニングテーマセンチメートルのサビの一部も放送に先駆けて聴くことができる。追加キャラキャスト情報公開。さらに追加キャラクターとキャストの情報も発表された。木下和也の祖母木下和也役を野沢ゆかりさんが、和也の友人木部義明役を赤坂正樹コレさん、栗林俊役を梶原武人さんがそれぞれ担当する。木下和 CV 野沢ゆかり、和也の祖母和紙店の元店主、和也の祖父が亡くなった後借金と和也の父を背負って一人で店を守った木下家にとっては神様みたいな人。夢は死ぬまでに和也にいい人ができること。木部義明 CV 赤坂正樹の和也の友人。小学校からの幼なじみでまとも仲がいい。お人よしでかつダメボーイな和也を気にかけている。栗林俊 CV 梶原武人和也の友人。マッシュルームカットにメガネがトレードマーク。和也たちからは栗と呼ばれている。 TV アニメ愛を彼女お借りします。放送情報。2020年7月10日金曜日深夜1時25分より MBS TBS 系全国28局ネットスーパーアニメイズム枠にて放送予定。キャスト水原千鶴、天宮隆、七上麻美、結城碧、さらしなるか、東山奈緒、桜沢澄、高橋 B、 木下和也、堀江潤、木下和。彼女に振られてしまった主人公木下和也がある方法で美少女水原千鶴と出会ったことから始まるラブタイムズドキマックスの無鉄砲ラブストーリーとなっている。アニメ化にあたっては監督を古賀和臣さん、キャラクターデザインを平山博品さん、音楽をヒャダインさんが務め、アニメーション制作はトムスエンターテインメントが担当する。またザ・フェニスによるオープニングテーマセンチメートルのサビの一部も放送に先駆けて聴くことができる。木下和 CV 野沢ゆかり、和也の祖母
和紙店の元店主。和也の祖父が亡くなった後、借金と和也の父を背負って一人で店を守った木下家にとっては神様みたいな人。夢は死ぬまでに和也にいい人ができること。木部義明 CV 赤坂正樹の和也の友人、小学校からの幼なじみで和とも仲がいい。お人よしでかつダメボーイな和也を気にかけている。栗林俊 CV 梶原武人、和也の友人。追加キャラキャスト情報公開。さらに追加キャラクターとキャストの情報も発表された。木下和也の祖母木下和也を野沢ゆかりさんが、和也の友人木部義明役を赤坂正樹コレさん、栗林俊役を梶原武人さんがそれぞれ担当する。マッシュルームカットにメガネがトレードマーク。和也たちからはクリと呼ばれている。 TV アニメ概要、彼女お借りします。放送情報、2020年7月10日金曜日深夜1時25分より MBS TBS 系全国28局ネットスーパーアニメイズム枠にて放送予定。キャスト、水原千鶴、天宮隆、七海あさみ、ゆうき、青、さらしなるか、東山奈緒、桜沢すみ、高橋 B、木下和也、堀江俊、木下和也。